皆さんこんにちは、レタリング水彩作家のさとこです。今日はダイソーのトラベラーズノート風の手帳をカスタマイズしていこうと思います。まずは製品のご説明です。コールディっていうものですかね、読み方がちょっとどこにも載ってなかったので分かんなかったんですが、これの、リフィルノート月刊フリーとこのブランクですね。ブランクはちょっと今回は使わないんですが、リフィルで購入しました。あとはこれがトラベラーズノート風のこのノートカバーですね。この中にノート1冊と、あと、リフィルと一緒に連結ができる連結バンドが1本入っています。でこれだけは、価格が300円でした。他はもちろん100円ですね。こんなにおしゃれなものが100均で売ってるだなんて全然知らなかったので、見つけた時はワクワクしました。でこの、ノートカバーについては他の色で黒と灰色があるそうですが、私が行った時にはもう灰色は売り切れでした。で、今回は月刊リフィルをカスタマイズしていきます。まずはゼブラのマイルドライナーブラッシュ、今回はマイルドダークブルーですね。これでちょっとカスタマイズをしていきます。文字についてはこのマイルドダークブルーに合わせたかったので、サラサクリップのヴィンテージカラーのブルーブラックというもので、これは文字を書いてみました。で日付に関してはこのもともと日付を書く線は入ってるんですが、それだとちょっとつまらなかったので、こんな感じで丸を書いていって、その中に日付を書いていきました。で今回このモノトーンのフィルム付箋というのが私のすごい好きな色合いだったので、これを飾りで使おうと思って買いました。で、トンボさんのピットエアのテープのりを使って、マスキングテープみたいな感じですね、そういうイメージで、飾りとして使っています。で最近付箋ってものすごい可愛いのがたくさん売ってるんですけど、なかなかそんなに使わないので、こんな感じで飾りとして使っていただくのもすごいいいかなというふうに思います。でこの月刊リフィルに関しては、後半は全部ブランクページになってます。でブランクページのところにウィークリースプレッドを作ろうと思うんですが、そこがすぐ分かるようにこんな感じで端っこにマスキングテープを塗って目印をつけました。でウィークリースプレッドに関してはこのモノトーンフィルム付箋のワイドで、1日分ですね、2枚で1日分のスペースを作ってみました。もちろんペンとかで枠を作って書くのもいいんですが、ちょっと紙自体が非常に薄いので書くと多分裏に透けてしまうので、この付箋でこう一日一日書いていくと裏写りもしなくて、またアクセントにもなっていいかなというふうに思ってこのデザインにしました。でまた細いやつで飾りをつけています。で6個しか作らなかったので、月曜日から金曜日までと、週末は、2日で1つですねの枠にしてます。で、余白部分が少し寂しかったので、こんな感じで今回は葉っぱのデザインを足してみました。で最後日付と、これは2月分のを作ったのでフェブラリーというのを入れて、ウィークリースプレッドは完成です。こんな感じで残りの週もデザインしていこうと思います。これが月刊のページ。こちらがウィークリーのページになります。で、突然なんですが、フィルム付箋と筆記具の相性というのをちょっとお伝えしようと思いまして、フィルム付箋に関しては表面がツルツルしているので、ちょっと筆記具で注意していただきたいです。上はこすってもにじまないんですが、下はこするとにじんでしまいます。で何で書いたかというと、上は普通のボールペンなんですが、下はジェルインクのボールペンで書きました。でフィルム付箋に書くときは普通の油性のボールペンを使って書いていただくとにじまないのでおすすめですので、ちょっとそこだけ注意していただければなというふうに思います。
でこの月刊のページに戻るんですが、後ろ見ていただくとこんな感じで色が裏写りしてしまっていました。なのでちょっと3月分も作ってしまおうと、思って3月分を今書いているんですが、裏写りした部分を、まあ、同じデザインで違う色でこんな感じで上から塗っていただくと、私は裏写りは全く気になりませんでした。あとはダイソーさんの同じシリーズで日付のマスキングテープがあるのでそれを貼っていただくのもいいと思いますし、もう普通に全く違うデザインで月ごとに書いてしまうのもいいと思います。で、3月に関してはこの黄色マイルドライナーブラッシュのマイルドゴールドというので書いたので、文字に関してはサラサクリップのキャメルイエローで書いています。あとは2月と同じようにこの付箋ですね、付箋をマスキングテープのように貼っていってデザインをすれば完成です。2月と3月こんな感じで仕上がりました。で、最後に、これをこのノートカバーですねに差し込んで完成になります。ね、ノートカバーの中に入っている元のこのノートに関しては、それよりも月刊リフィルの方が重いのでこれは一旦外して月刊リフィルをこの元のノートカバーの、ゴムにつけていきます。で、ここを引っ張ると中のゴムをきつくすることができますので、一回差し込んだら引っ張ってきつくして、この連結バンドで元入っていたノートと月刊リフィルを、組み合わせていきます。これで連結完成です。2月、3月、ウィークリー、スプレッド、これでカスタマイズが完成しました。いかがでしたでしょうか。ダイソーのトラベラーズノート風の手帳カスタマイズということで、ウィークリー、スプレッド、月間ページですね、それぞれカスタマイズをしてみました。手帳そのまま使うのもいいですが、少しでも色をつけたりこう貼ったりすると愛着も湧きますし、自分のオリジナル手帳ができるのでおすすめです。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。またインスタグラムでも随時情報を発信しておりますので、もしよろしければそちらもフォローお願いいたします。本日はありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。